皆様こんにちは、なりわでございます。本当に毎日暑い日が続きますよね。やはりね、暑いということで、立川の駅前はね、普通ねすっごい人混みだったんですが、先ほどご覧いただいたようにね、結構人がね少ないですね。いつもあの辺はねすっごい人なんですが、さすがに暑さのせいでしょうか、人が少のございますね。私はまあちょっとね用事がありましたので、お買い物にね、出ましたけれど、今ね、お昼に出て今午後3時でございます。本当一番暑い時期でございますよね。ここはですね、皆様見覚えのある場所だと思うんですが、私が立川でアートを探せとか、それからね毎日新聞さんの、紙面にね載せていただいた時にこちらで、動画をね撮ったところでございます。まあね、皆さんはね暑いですけれど、まあ、暑さにめげず頑張ってまいりましょうね。さあさあ、まあ何でしょう、今7月の20日でございますが、これからね、どんどんねまだまだ暑い日が続くようでございます。でもう少ししたらね、少しね気温も下がるんじゃないかなと思うので、皆様元気に夏をね、乗り過ごしましょう。ということで、なりわでございました。では。